皆さんおはようございます西良平ですで今日が11月12日日曜日ですね、えー、今日は休みですということで皆さんはいかがお過ごしでしょうかということで、えー、僕は名古屋の方につきまして今日は名古屋で講演会ですということなんですが <laughs>。 えっと、まあ、今日のお話は、人を見る目がある人、えー、人を見る目がある人に、なんとなく僕が感じたこの共通点っていうのは、なんとなくじゃないですね。多分間違いないのかなって思うところも若干あるんですけども、まあ、そういった共通点のお話をしようと思います。まあ、何にしても僕たちはね、人の出会いで自分の人生が本当に4割ぐらい変化するよって言われてる中で、この人は一体どんな人なのかっていうことを、まあ、初対面で本質を見抜く目が肥えてる人っているんですよね。まあ、僕はあんまり、 僕は感覚的にはないんですけども、まあ人相とか心理学っていうもので見ていきながらなんとなく感じるときはあったりするんですが、まあ、その話をちょっとしようと思ったきっかけは、昨日、えー、お話しした、えー、手相の話の前にちょっとだけ僕がね、あの、よく行く神社っていうのは、神主さんがり詞を上げるときにいい匂いがしてくる神社があるっていう話をしたんですよね。えー、あれは、えー、まあそういうね、あの、大きな神社だからとか、ちっちゃな神社だからとかでは関係なくて、本当にそういう場所があって、あれは一体何なのかなと思ったら、 まあ、コメント欄にもありましたけどあの神様が出てきた時でタイミングとかいい流れがある場所だとかいうふうにしてあの書いてある方たちもたくさんいたんですがなるほどなと思いました僕もあれは一体何なんだろうと思ったんですけどもあれ一つ撮ってみても多分皆さんが神主さんが祝詞をあげてる時っていうのは、えっと、目で見て聞いてるっていう五感があるうちの二つだけ。 なんですよねその時にってどんな匂いがしてるのか空気を吸った時に何か味があったりしないのかっていうもの自体とかねそういったものをちょっと感覚的に、えっと、意識を向けてみるとちょっと分かるものがあるかもしれません僕も結構嗅覚は優れてる方だと思いますあの人のがきあの怒ってる時とかもそうですし 悲しんでる時とか独特の匂いを出すなっていうのは長あく鑑定してきた中で本当に思ったことなんですよ。その中でもやっぱり何なんですかね、よくわかりませんけども、あの不倫をされてる方とかね、あのよくわかります。すれ違いさにも気づいたりしますけども、なんで不倫かっていうと、特別な、ね、罪悪感を抱えてたりとか、もちろん不倫してる人がみんなわかるわけじゃないんです。ただ、特別な罪悪感を抱えてて、ものすごい自分を責めてるような人たちだったりとかすると、そういうね、 あの、なんか独特の匂いがあったりするんですけども、そういう話をすると、あの、霊感とかおかしいんじゃないかって言われたりする人もいたりするんですけども、霊感とかではないと思うんです。僕は何かが見えてるわけじゃないんですよ。見えてるっていう表現で言うと、<laughs> 匂いを通して、ものが見えるっていう感覚、なんとなく皆さんわかりますかね。道端で歩いてるときに、たまたまね、カレーの匂いが入ってきたときに、カレーが頭の中で思い浮かぶ。 あの感じでイメージが見えてくるっていうのはなんとなくわかる気がするんですがまあそういった感じで感覚っていうもの自体五感っていうもの自体を今まで何度か五感の話はしたんですが人を見る目がある人たちね人を見る目がある人たちっていうのは何が違うのかなっていうのをねちょっとねあの色々とあの見てきた中で、まあ、僕の周りにもいますあの、まあ、過去に言うとものすごいあの昔売れたミュージシャンの人ねその人がまだデビューする前に えー、まだね、あの、駆け出しの時にパッと見つけて、絶対この人売れるって言って、その人をプロデュースして、まあ、あの、大成功させたっていうプロデューサーと一回話したこともありますし、僕の周りにもいる、あの、経営者の方で、 まあ過去にね、詐欺に会いそうになった時に、その人はパッと見て、本当に最後まで話聞かなかったんですよ。すごい話だなって思った、思って、周りの、まそこにいる人たち、ほとんどの人たちが騙されたんだけども、その人だけが、いやおかしい、僕はあの人嫌い、みたいな感じで、じゃああの人の、僕はその人の感覚を信じてるので、じゃあ僕も何もしませんって言ったら、詐欺だったりとか、っていう感じで、まあ中に本当にね、見る目がある人ってのいます。 あの誰が売れるとかこの人絶対来るなみたいな感じでそれをあの最近に見つけちゃうっていう人たちがいるんですけどもこういう人たちにある共通点っていうのはまあ感覚をまあ僕がえと神社に行って祝詞を聞いてる時っていうのは感覚を開いてるっていう感じですかね開いて全てをこう五感の全てを聞いた上でやっていくってただしこういう見る目がある人たちはどちらかというと五感を研ぎ澄ませて鋭いんですよね 鋭いこういうのって一体何か共通点ってないのかなっていうことをちょっとね見てたら最近気づきましたあのそれ何かっていうとあのちょっとね名古屋の方に僕ちょっと仲のいい社長さんがいらっしゃってその方がまた感覚が鋭いんですよなのでちょっとこういうことで思って、まあ、昨日ね乗り取でこうでこうでって話をちょっと電話でしてた,た時にそしたらボソッて言われたんです先生さって死に目にあったことあるって言われたんですえっって言った時にいや あの、「生きるか死ぬか」っていう経験したことあるって言われた時に「いやまあ川で溺れたり海で溺れたりとかあるようなあ,あそういう感じでもいい」って言って「そういう感覚あの、わかるかな?」って言われて「いやいやなんかわかる気はしますけど」って言った時にこの方が昔。 あの小さい時にねあの、山で遭難した話をしたんです。山で遭難したと。子供たちでみんなで山の中に遊びに行った時に、どん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 奥の方に入っていったら、わかんなくなっちゃったって、道が。道が分かんなくて、結局途中で夕方ぐらいになって遭難したことに気づいちゃって、やばい、どうしようって言った時に、結構山の上の方まで行って、遠くを見渡していたら、遠くに街が見えたと。ね。街が見えたんだけども、みんなはその街見指差さして、いや、あっちに向かって歩こうって言ったけど、その社長さんは、 いや確かにまっすぐ降りていけば間違いなく街にたどり着くんだけどどう考えてもこの距離見てみても絶対に街にたどり着くまでに夜になってしまうんじゃないかってどうしたらいいんだろうかって言った時に自分の感覚がバーンって冴えたのがわかると冴えたってその時にみんなが行こうとした道の方からものすごい獣臭がしたって言うんですよだからいやこの道は絶対に降りちゃいけないって思った上でもう少し上がろうって 言ったら周りの子たちがいやいや目の前に街が見えてるのにって目の前じゃないと見えてはいるけど絶対にあれはたどり着けないよって言ってどうしようって思って感覚をギュッとこう研ぎ澄ますその瞬間の時に水の音がしたと川が流れる音じゃなくて水がボト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 っと落ちる音がしてそれはなんかどうも人工的な水の音だったと川のせせらぎとかじゃなかったからだから絶対山をちょっとだけ越えてこっち側に行こうって言ったらそっち側を越えて行ってみたら旧道の方に出て道があったとその上であの 急道の方に湧き水がジャーッと流れてる道、音を聞いて、あの距離からそんな音が聞こえたのかっていう話をして、いや、あの時俺は本当に聞こえたんだって言って、通りすがりの車に助けてもらったって話をしてたんです。なるほどなって思った時に、僕もそう思った時に、あの、もうね、そのプロデューサーさんとか、何人かの人にちょっとね、LINE で聞いたんですあの。こんなことなかったですかねって言った時にね、ありましたね。皆さん、死に目にあってます。 生きるか死ぬかという体験を、えー、体験したんだっていう話をしたんですね。まあ多分これを見てる中にもたくさんいらっしゃるとは思うんですが、これは何かどうもね、条件があるみたいで自然の中でっていう感じでしたね。山で遭難したとか海で溺れたとか川で溺れて死ぬかもしれないって思った時に人は生き残るためにもう全感覚を研ぎ澄ますんですよね。もう全ての五感を研ぎ澄まして自分が生き残るための情報を拾おうとするんです。この時の感覚を覚えてる。 この時の感覚をそのまま持っておくことがとても重要だと思うっていう話をされたんです。なので、まあ、見る目があるなっていう人たちは、一度死にかもしれないっていう体験を自然の中でやってるってことも一つそうですね。その中で五感を開くっていうイメージよりか研ぎ澄ませる。そしてこれを訓練していく中で、 人を見るときにもこの感覚を使って人を見抜いていくっていう本質にもしかしたらたどり着いたのかもしれないねっていう話になったんです。なのでなんとなく理解できました。僕は開くのは得意なんですけども、研ぎ澄ますってのはあんまり得意ではないのかもしれないんですけども、じゃあ研ぎ澄ますために何かやってることってありますかって言ったときに、いやーもうこれは経験かもねって言ってたんです。で、僕のもう一人いたらとある、あの、 ミュージシャンのプロデュースをやってたっていう人が、もう駆け出しの時からもう見つけて大物にしていくっていう人たちに聞いてみたら、どうもね、その人も昔それが気になって同じようなことを聞いてみたら、ある人たちが同じことをやってたんだと。ね。その感覚を研ぎ澄ますっていうことをやるためにあることをやってる。で、その方もやってて、僕一回誘われたんですけども、いや、ちょっとまだ、あのあ、の心の準備ができてませんって言ってたら、いや、そんな大したことじゃないよって言われたんですけども、何かと言ったら、山で一晩過ごすって言ったんですよ。 山でで一晩過ごすんですんかってにそうってあの、ね、感覚を研ぎ澄まそうと思ったらもう電気も何もないところであの山の中でもテントであのソロキャンとかでいいんだよっていいんだけども本当に山にこもる山にこもって一晩でいいからやってみると自分の感覚の全てが研ぎ澄まされてくるのが分かると獣がそこを歩いてるとか葉っぱが揺れてるとか木の実がポトンと落ちる音まで全部入ってきてって虫の音から何から何までっていうとこの中で私は定期的に山の中に入って自分の感覚を研ぎ澄ますっていう訓練をしてる。 だからこそ、パッと人を見たときに、どんなものかっていう自分の全ての五感を研ぎ澄ました上で人を見るっていう目が咲いてきたんじゃないかなって話をしたので、なるほどなと思いますけども、何でもやってもいいというものよりかは、ちょっと危険な場所かもしれない、危険な場所ではやらないようにした上で、なんか定期的にね、山とか自然に触れ合う時間の中で、一晩過ごすっていうのはなかなかの荒技なので、あの、ちょっとね、ゆっくり少し自然の中で、あの、時間を過ごしてみるっていう中で、自分の五感を開く瞬間と、 研ぎ澄ます瞬間、まあ、研ぎ澄ますっていうのは多分集中ですよね。そして開くっていうのはどちらかというとリラックスっていう感じなんじゃないかなっていうのは僕のイメージなんですけどもただ今回お話ししようと思ったことは僕の周りにいる本当に感覚が鋭いし人を見る目があるなって何でそんなことわかるんですかっていう人たちはもう霊,あでも霊感強い人も一回死にかけた経験がある人って,って多いですよね。でも,中でも感覚が鋭いなっていう人たちこれは僕がどんだけ東京を積み重ねてきても訓練でできることではないと思ってたんですけどもどうも大自然の中で。 生きるか死ぬかっていう体験をやって、今でもそういう自然の中で時間を過ごすことを大切にしてるっていうことが、このね、あのー、人間社会の中で生きる上でも本質を見抜く上でとっても重要なことだってことをちょっとね、あの、先ほど連絡しながら大,大興奮しながらお話しさせていただいたので、えー、その話を皆さんとシェアさせていただきましたってことです。あのー、自然の中で少しゆっくり、えー、リラックスする時間と研ぎ澄ます時間っていうのを使い分けてみて、えー、過ごしてみてもいいんじゃないでしょうかっていうことですね。はい、今日はそんな感じでした。ということで、えー、今日も結局皆さんを活動でて見送っていこうと思います。今日は 名古屋ポニータやりて,ていってきます。では行きます。行きます、ね、せーの、よっしゃー。ということで今日も元気よく。